新旧対象標方式は、用込み方式の一種である。改正対象標方式や、新旧方式とも言う。用込み方式は、既存の法令の一部を改正する方式の一種で、当該法令を改正する法令を制定し、この法令を施行することで、当該法令を改正する方式を言う。当該一部改正法令中の改正規定が、改正の対象となる。 既存の法令中に溶け込み、その一部として吸収されてしまうことから、このように呼ぶ。用込み方式は大きく改め分方式と、新旧対象表方式の2種類に分けられるが、本校ではこのうち新旧対象表方式について扱う。平成12年に、鳥取県で最初に、新旧対象表方式による、条例、規則の改正が導入され、都道府県レベルでは、 令和2年6月時点で16府県が新旧対象標方式を導入している。国レベルでは平成14年から自民党の e ジャパン重点計画特命委員会で新旧対象標方式の導入が検討された。同委員会からの申し入れを受けて内閣法制局では平成15年5月12日の文書課長等会議で各府省に対し 新旧対象表方式についての検討依頼を行い、その回答を受けて、改正対象表を用いた改正方式についてが作成されたが、この時は国レベルで採用されるには至らなかった。その後、平成28年に入って、当時行革担当大臣兼国家公安委員会委員長であった河野太郎の主導で国家公安委員会規則に最初に、 方式書方式による、新旧対象表方式の改正が導入された。これを受けて、内閣官房行政改革推進本部事務局より、各府省等法令窓口担当官宛に、新旧対象表の方式による、不省令等の改正についてが発せられ、法令改正の中には、改め文方式よりも、新旧対象表方式で行うことにより、 国民にとって改正内容がわかりやすくなるものがあるとの考え方が示された。その後、国土交通省を皮切りに、現在、すべての省において、新旧対象表方式が用いられている。新旧対象表方式では、各府省庁等、自治体ごとにいくらかの異なる方式が見られる。従来から各府省庁等、自治体で用いられてきた。 新旧対象表をそのまま用いる方式である。本文等本文等は極めて多様である。比較的用いられているものを例示すると次のようである。表基本的にはそれぞれの省や自治体で従来から用いられてきた新旧対象表と同様であるが自治体によっては改め文を前提とした。 従来の新旧対象表から一部改良を行ったものを用いるところもある。このため、それらを反映して、次のようなバリエーションが考えられる。例示は概ねマニュアル等に依拠し、マニュアル等に記載のないものは、実際の条例または規則での要例があれば、以下に示した。また、例示において、検討とあるのは、当該自治体の条例または規則においてかかる。 方式が用いられていることを表す。総論1改正部分の書体等の変更太字にする。かすかべし赤字にする。阿鼻子市八王子市二改正全員欄、改正後欄の順番左改正前、右改正後の順岩手県、静岡県、佐賀県、宮崎県左改正後、右改正前の順二潟県、和歌山県、鳥取県、香川県、愛媛県。 長崎県上改正後、下改正前の順秋田県、栃木県、福井県、三重県三田市業揃え一行目を揃える。末行を揃える。省略する場合の表示方法4規定全体に、防線を付する場合表記部分と、内容部分の間の空白文字にも、防線を付する。岩手県、秋田県、福井県、宮崎県表記部分と、 内容部分の間の空白文字には防線を付さない。栃木県、新潟県、三重県、大阪府五数個の規定を一括して掲げる場合記号2個の規定、及びでつなぐ。でつなぐ。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県、三重県、大阪府3個以上の規定、タイでつなぐ。大阪府、でつなぐ。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県。 福井県、静岡県、三重県第一項第一項と他の項とをまとめない。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県内容部分を省略する場合の記号を、略秋田県、栃木県、略岩手県、新潟県、福井県、静岡県、三重県規定、別表等の全改め規定全体の改めとして取り扱う。岩手県、秋田県、栃木県、福井県、 静岡県、三重県、香川県、大阪府一部改めに順じて取り扱う。新潟県、宮崎県、大阪府軸レベルの改正位置削り、または加えるべき、軸等外軸にかかる部分にのみ防線を付する。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県、三重県、大阪府、鳥取県、広島県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、 宮崎県東外軸及びその前後の軸にかかる部分に防線を付する。和歌山県二改正前後の次数次数を合わせない。岩手県、新潟県、福井県、静岡県、三重県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、香川県、佐賀県、長崎県、宮崎県次数を合わせる。空白文字にも防線を付する。愛媛県空白文字には防線を付さない。 三同一の軸のうち、一部のみを特定する。場合前後の軸とともに特定する。当該軸のみを特定する。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、静岡県、三重県、大阪府、和歌山県、広島県、香川県、愛媛県、佐賀県、宮崎県規定レベルの改正位置改正しない項、項、項の細分内容部分のみを省略する。大阪府。 宮崎県複数の規定の表記部分を一括して掲げる。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県、三重県複数の規定の表記部分をそれぞれ掲げる。表自体に全く記載しない。に削り、または加えるべき規定その全体に防線を付する。広域自治体の全部防線を付さない。かすかべし加えるべき、規定当該加えるべき。 規定の前後の規定その直前の規定を掲げる。見出し及び内容部分を省略する。栃木県、新潟県内容部分のみを省略する。福井県その直前及び直後の規定を掲げる。前後の規定を掲げない。岩手県、秋田県省等の冒頭に規定を加える。場合直前の証明等を掲げる。秋田県。 栃木県直前の証明等及びその直前の規定並びに直後の規定を掲げる。静岡県省等の夏日に規定を加える場合直後の証明等を掲げる。秋田県、栃木県直前の規定並びに直後の証明等及びその直後の規定を掲げる。静岡県削るべき、規定等外削るべき、規定の前後の規定その直前の規定を掲げる。 その直前及び直後の規定を掲げる。その前後の規定は掲げない。栃木県、秋田県見出し及び内容部分省略する。秋田県省略しない。栃木県、新潟県、福井県、静岡県連続する。数個の規定の一括削り当該各規定の表記部分を一括して掲げる。当該各規定の表記部分をそれぞれ掲げる。栃木県、新潟県、福井県。 静岡県語移動のみを行う規定内容部分、省略する。岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県、大阪府省略しない。連続する、数個の規定の一括移動当該各規定の表記部分を一括して掲げる。当該各規定の表記部分をそれぞれ掲げる。岩手県、新潟県、福井県、静岡県全、改め後の移動を認める。 宮崎県認めない。第1項上第条に、第1項として1項を加える場合条名同士を対象させる。旧第1項に第条項番号、2を付する形式とする。秋田研究第1項の項番号、1を、2に改める形式とする。栃木研究第1項を全改めして、新第1項とし、第2項として、旧第1項を加え直す形式とする。 福井県、静岡県大城大公を道場とする場合、条名同士を対象させる。旧大公の公番号を削る形式とする。秋田県旧大公の公番号を、一に改める形式とする。栃木県旧大一を全改めして、旧大公とし、旧大公については削る形式とする。福井県別表等の改正一別表等の公または、 ラインの全改め、削り加え改正方法を改め分で行う。新旧対象表で行う。記号構内の全軸に防線を付する。秋田県、栃木県、福井県、静岡県、三重県港全体を太線で囲む。新潟県別表等へのくくり出しを行う。行わない。秋田県、栃木県、新潟県、福井県表外に出した上で、 新旧対象とする。二別表等自体の全改め、削り加え改め分で行う。新旧対象表で行う。記号表内の全軸に防線を付する。秋田県、福井県、静岡県表自体に防線を付する。栃木県表記部分のみに防線を付する。新潟県別表等へのくくり出しを行う。行わない。秋田県、栃木県、新潟県。 福井県新旧対象表の改正位置全部、改正図的改正、本則の表中、改正前欄の内容改正後欄の内容を、改正前欄の内容改正後欄の内容に、改める。論理的改正改正規定の捉え方大条の、改正を次のように改める。大条の改正規定を次のように改める。次のようなお記載の仕方当該改正規定のみを示す。 乱名及び当該改正規定を示す。二一部改正思考期日関係、多段ロケット方式従来と同様に、場を分ける。同一の場内において、表を分ける。同一の表内において、項を分ける。本文信用式方式の本文には、大きく分けて、方式書方式、原子力規制委員会方式及び、大阪市方式がある。方式書方式では、 次のような本文が用いられる。大阪市方式では、次のような本文が用いられる。原子力規制委員会方式では、次のような本文が用いられる。方式書方式以下では、最も多く用いられている。方式書方式にのっとり、対象表と、それに対応する本文の記載について解説する。対象表の記載方式については、 原子力規制委員会方式や大阪市方式でも、おおむね同様である。表に関する記載本文では、はじめに、実際の改正の内容を表した表について、規定する。軸等の改正次の区分により規定する。規定の改正次の区分により規定する。各府省でのバリエーション本文に関して、特記すべきバリエーションとしては、次のものがある。表については、 次のようなバリエーションがある。改め文法式では、法律、政令を基準として、法令、令器を通したおおよそ統一された表現方法が確立されているのに対し、新旧対象表方式では、不詳霊等同士、令器同士ですら、その表現方法が必ずしも統一されていない。これが第一の問題点と言える。つまり、本文は、 基本的に表中の記号の趣旨を明らかにするため、定型的に記載されるものであることから、その書き方に多少の不統一があっても、法的に疑義なく記載されてさえあれば、事実上読む者の,の理解には関わらないと言える。一方、新旧対象表本体は、改正内容を実質的に定める部分であり、その記載方法をどのように定めるかは、まさに現実に、 法令の適用等を受ける国民の理解に関わる部分である。それにも関かかわらず、新旧対象表の記載方法は、各省庁、自治体ごとに少なからず異なっており、このことは、国民が、各改正規定の趣旨を理解する上での障害となり得ると言える。また、記載方法に揺れがあることは、信用式方式でも同様である。その要因の一つは、 イメージサンプルがあまり多くを語っていないこと、そして不省令等レベルでの改正は考慮されていないことである。例えば、一項からなる上に第一項を加える場合、一項からなる本則または、不足に項または上を加える場合、様式の改正を行う場合の記載方法については、新様式方式を採用する不省調等の間で揺れがある。次に、 内閣官房、内閣法制局、新たな改正方式についてでは、新旧対象表方式の技術的問題点として、次のものを挙げている。これらについては、新旧対象表方式による、法令等の改正について、別点によると、平成29年2月9日、自由民主党の行政改革推進本部長から、次のような指摘があったとする。また、 改正対象表方式による法律の改正についての別添資料でも IT の活用により参考記載部分を含めてその正確性の確保は容易であるとの認識に基づき改正対象表の全体について正確性を確保する必要があることを意見聴取の前提としているそもそも現在でも参考資料としての新旧対象条文の訂正等は行われる このように、法令案の起案者としては、新旧対象表から作成する官庁が大半であること。現状でも、新旧対象表の参考記載部分の誤りの訂正は行われていることから、法令案の起案上の負担は、多くの場合、新旧対象表方式に移行した方が、減少すると考えられている。もっとも、新旧対象表方式では、 法令案の本文自体に票を入れ込まなければならないこと、方式処方式のまま導入する場合、不整形な破線の使用が必要になることなどから、単純に作業量が減少するのみとは言えない。一方、国民のわかりやすさという観点からは、現状でも、新旧対象表は、ホームページ等で提供されていることからして、どうしても、 法令自体を新旧対象表方式にしなければならない理由を見出し難いとも考えられる。改め文法式の利点と新旧対象表方式の問題点について内閣法制局は国会で次のような答弁を行っている。内閣法制局におきましては法令の正確性はもとよりこれが国民にとってわかりやすいものとなる。 要平素から意を用いているところでございます。また、法令案の作成事務の簡素合理化につきましても、努力をしているところでございます。ご指摘の、いわゆる改め文と言われる畜語的改正方式は、改正点が明確であり、かつ簡素に表現できるというメリットがあることから、それなりの改善、工夫の努力を経て、我が国における、法改正の方法として定着しているものと、 考えております一方、新旧対象表は、現在、改正内容の理解を助けるための参考資料として、作成しているものでございますが、蓄後的改正方式をやめて、これを、改正法案の本体とすることにつきましては、まず、一般的に、新旧対象表は改め文よりも、 相当に大部となるということが避けられず、その全体について正確性を期すための事務に、これまで以上に、多大の時間と労力を要すると考えられるということが一つございます。また、上項の移動など、新旧対象表では、その改正の内容が十分に表現できないということもあると考えられます。このようなことから、実際上困難があるものと考えております。 ちなみに一例を申し上げますと、平成11年でございますが、中央省庁等改革関係法施行法という法律がございました。改め文による法案本体は全体で940ページというタイプのものでございましたけれども、その新旧対象表は縮小印刷をさせていただきまして、4765ページに達しております。 これを改め文と同じ1ページあたりの文字数で換算いたしますと21,305ページということになりまして、身に改め文の22倍を超える膨大な量となってしまう、こういう現実がございます。横畑祐介政府参考人、平成14年12月3日。 第155回国会総務委員会第9号にて、今ほど先生からお話しいただきました改め文と言われる、畜語的改正方式でございますが、改正点が明確であり、かつ簡潔に表現できることから、従来より我が国における、法改正の形式として用いられているものであります。一方、新旧対象表でございますが、現在は、 改正内容の理解を助けるための参考資料として作成しているものでありますが、蓄語的改正方式をやめて、これを改正法案の本体にするということにつきましては、一般的には、新旧対象表は改め分よりも相当に大部となることが避けられません。従いまして、全体について性格を期するための事務に、これまで以上に、 多大の時間と労力を要すると考えられること。また、改正法案を国会でご修正いただく場合には、現在、新旧対象表は、新しい部分と元々の部分の2段の表になっていますが、場合によっては、それをさらに3段、4段組にすることが必要になるというような議論もございます。従いまして、ご指摘のような、新たな改正方式につきましては、 国会で合意いただくことが大前提であるというふうに、私どもは考えております。林徹政府参考人、平成22年3月1日第174回、国会予算委員会第1分科会第3号にて、いわゆる改め文と言われる蓄語的改正方式は、その形式を定めた法令はございませんが、 論理的順序に従って必要な改正処理を順次言っていくものでございまして、改正に関わる立法者の意思を明確に表現することができることなどから、従来より我が国における法改正の方法としてもいられているものでございます。新旧対象表は、主として改正内容の理解を助けるための参考資料として作成されているものでありますところ、 改め文方式をやめて、新旧対象表を改正法案の本体とすることにつきましては、平成15年に政府部内で内閣法制局も参画する形で検討を行い、その結果を踏まえ、新旧対象表を用いる新たな改正方式について国会で検討をいただいた結果、取りやめとなった経緯があると承知しております。そういった経緯もございますことから、 国会で合意いただくことが大前提であるというようなことだと考えております。島和也政府参考人、令和3年4月6日、第204回国会経済産業委員会、第2号にてみ、決しは、単一の文章中に、改正内容をそれぞれ削り加えに分けて表示する、方式である。新旧対象表では改正前、改正後の条文をそれぞれ左右に分けて、 示すのに対し、見消しでは、河川や打ち消し線などの就職を行った上で、単一の文章中に改正前後両方の条文を示す。日本では、改正前の軸を打ち消し線で、改正後の軸を河川により表現することが多い。大阪市大阪市では、かつて一部改正条例案の改正内容を示す、方式として参照文を用いていた。 一般の見消しと同様に、単一の文章中に改正内容を表現するものであるが、改正前の軸は、下線で、改正後の軸は太字により示す。なお、冒頭に、冒線は削除太字は改正との中継を行う。一般の見消しと異なるのは、改めは、文中に、改正前の軸を示した上で、その真下に左揃えで改め後の軸を示す点である。 例、米国アメリカの連邦議会では、委員会報告中に、その法律案による、改正の内容を、チェンジズ・イン・イグジスティング・ロー等として見消しの形で、添付する。また、修正案でも、同様に、見消しを添付する。連邦議会では、削られる軸は、打ち消し線赤塗りで、加えられる軸は、河川イタリック緑塗りで示すが、衆議会では、 州により異なる方法が用いられる。最も多いのは、連邦議会と同様に、削りを打ち消し線で、加えを下線で表現する州で、その他に削りを角括弧で表現する州や、加えを太字で表現する州などがある参照。最もっとも、議会レベルで、未消しによる改正を導入した事例はないようであるが、契約書等のレベルでは未消し方式による改正も、 行われている。一部改正法令の施行期日については、一般の法令と同様に、各改正規定のうち、一部の施行期日のみを、先または後にすることができる。各改正規定を特定する方法は、基本的に改正規定の改正の場合と同様であるが、各改正規定のさらに一部を特定する場合の方式に違いが見られる。 改正規定の改正のための改正規定の特定では、各改正規定中の軸を絵的に捉えて操作する。このため、改正規定は大体特定できていればよい。これに対して、思考期日を定めるための改正規定の特定では、各改正規定中の一部改正法令としての効力を観念的に捉えて操作する。このため、 改正規定のさらに特定の効力までをも特定する必要がある。このような違いから、改正規定の改正と、思行期日の規定とでは、その特定の方法に違いが生ずることとなる。新旧対象表方式の場合、新旧対象表の各規定にかかる部分を、第上の改正規定として引用することには、違和感がないとは言えないことから、 大乗の改正へと引用するものもある。実際、戦前には、改め文法式でも、このような表現が用いられたことがある。しかし、方式書方式では、本文と表からなる、改正規定として捉えることとしていることから、改め文方式とほぼ同様の方式により、大乗の改正規定等と引用する。しかし、 規定の加えの場合については、改め文法式とは異なり、加えられる、規定の表記部分に二重防線を付して、直接加えることから、大乗を加える改正規定等と引用することになる。また、改め文法式と同様に、効力を基準にすることから、大乗の改正規定のように表現することも、可能である。改め文に類するものとして読み替え規定があるが、 新旧対象標方式と同様に読み替え表方式とでも言うべき方式を導入すべきという意見もある。しかし、そもそも読み替え表方式として読み替え後の全文を示すくらいであれば、最初から全文を書き下ろしてしまった方が早いともいえ、実際に平成15年に自民党がした電子政府及び CIO 連絡会議に関する申し入れでも、 新旧対象表での改正へと並び、順要規定、読み替え規定の原則廃止等について言及されている。その他、岩崎隆二修正技術ノート、法制室無月報があるとされるが、入手困難である。ありがとうございます。